皆さんこんにちは。顔は微妙、声も微妙、人生は新宿駅、そのようなものはお伝えいたします。ダキオワークスザ・セカンドでございます。私はただいま静岡県伊東市にございます JR および伊豆急行伊東駅の前に来ております。本日は令和2年11月22日日曜日、ここ伊東駅前から少々歩いたところにございますキネマ通りにてとあるイベントが行われますので、その様子についてお伝えしながら伊東の街中を歩いていこうと思います。それではお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。それでは伊東駅前からキネマ通りへ向かって歩くことにしましょう。途中湯の花通りではライブが行われていました。さらに歩みを進めることにします。ここまで来ればキネマ通りも目前です。先ほどキネマ通りにたどり着いたところです。肝心のキネマ通りはと申しますと、冒頭でお伝えした通りとあるイベント、すなわちキネマーケットが行われておりますので、それなりに賑わってはいるようです。どの出店も魅力的ではございますけども、全部回ったのではキリがありませんので、ここはかいつまんで回ることにいたします。いつもね、本当にね、楽しい。それでは早速出店を見て回ることにしましょう。どの出店も魅力的ですね。覆面してるからって決してプロレスラーではありませんよ。若鶏の半身の唐揚げなんてのもあります。まずはヘダ塩だってばから。すいません、3手ば。3手ば、はい。袋入れます。いいです。大丈夫ですか？はい、すいません、ありがとうございます。こちらが先ほど買いましたヘダ塩だってばになります。今回は3手羽分買いましたので、早速いただくことにします。お次は伊東温泉焼きそば。はい、三男、次男、
長男の順に量が増えていくようです。ありがとうございました。次のお客様三男250円になります。三男お大事みです。はい、50円です。400円。ありがとうございます。こちらが先ほど買い求めました伊東温泉焼きそばの三男になります。まあこちらの三男、大人が買えるサイズでは一番小さい部類になります。それでは早速いただくことにしましょう。お好み焼き一つ。はい、ございます。500円です。ありがとうございます。はい、どうも。南伊豆のご当地キャラ。はい。が私が作った原料。ここのお好み焼きも気になりますね。こちらが先ほど円さんで買いましたお好み焼きになりますので、早速いただくことにしましょう。この日はパクパクさんが出店していたので、相撲部屋直伝のちゃんこ鍋をいただくことに。はい、ちゃんこ鍋ありますか？あります。一つください。はい、お一つで。はい、はい、500円の価値ですね。少々お待ちください。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。こちらが先ほど買ったちゃんこ鍋になりますので、早速いただくことにしましょう。このウィンナーティーが気になったので、いただくことにしましょう。大丈夫です。それでお願いします。はい、お願いします。お暑いので気をつけて。お疲れ様でした。はい、どうも。はい、こちらが先ほど買いましたウィンナーティーとなります。なお、このウィンナーティーは炭酸入りにしてもらっています。それでは早速いただくことにしましょう。お腹が満たされてきたので、キネマ通りから離れて腹ごなしを兼ねて少々歩くことにしましょう。
先ほど伊東駅前に戻ってきました。今回はサンデーキネマーケット含めまして伊東の街中を歩いてきたんですけども、思った以上に賑わっていました。新型コロナウイルス感染拡大防止という課題を突きつけられてはいるんですけども、にぎわいを取り戻す、それ自体は悪いことではないようです。以上をもちましてこの動画を締めることにいたします。それではご視聴ありがとうございました。お気に召されましたらチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またツイッターおよびフェイスブックもございますので、説明欄よりフォローのほどお願い申し上げます。